バカ兄貴とおてんば娘。おお、今もうこの時点で止めたかった、手を止めたかった。いやでもよかった、いいね、座りのいい奈良揃いですよ。ほら本当ラブレター追い込み量成功かもしれない。いやあかん、4回連続スルーです。こい、ちょっとやっとやっと口説かれてくれました。はい、おお、おじさんスイカ、ああいいじゃない、これはもう当たったんじゃないか。よし一発、いやー頑張るな。あまりよろしくないかもしれないけど、すごい、まあ、いい感じに当てれてるんで、ダメ。いやどうしよう、いやでも思いは届いてないと思う、ラブレターは、ラブレター作戦は失敗だと思いますよ、おそらく。まあそんなね、それで本当いい台になっちゃうんだったら、そんな簡単な話あってたまるかってことですよね。はい、こんもちゃま、まあ当たりは何回か引いてるんですけど、やっぱご意向箱が助かるのが多すぎたので移動したいと思います。台を探しに行きます。ラブレター台、はい、ラブレター台、はい、ノンラブレター台、あ、ノンラブレター台を打っているんですか。要はこっちとこっちに、はあ、意思を持たせて避けてくるっていう。だろう。だから追い込み量か。そう、常識のある俺だったら避けてくるはずっていう。で、子役はいいの。子役は6ぶっちぎってるんだけど、はい、ちょっとボーナスちゃんの方がなるほど重いんで。なるほど。今、はい、1万8000円入れてます。結構ですな。まあ、今本当に100枚ぐらいプラスぐらい。でも結構当たりは引いてて、ただないかなと思って、やっぱりラブレターは効かないんじゃないかなと思って移動しようかなと、で相談しに来たんです。まあ、やっぱラブレターなんか効かないんだから日本で行ったら。じゃあやるなよ。どうぞ、あのドスケベの好きなようにやってください。いやちょっと、ただ私がなんか変態みたいな感じで、ラブレターの下りは。さあ、大得意な秘宝伝でございます。54ゲームだけちょろっと回されている台です。おう、早速65ゲームです。技法チャンス MB ですね。何が出てくるのか。あー、ドラゴンバトル、
おうおうおう強い。おうおうおう、え、めっちゃ強い。もうもうだいぶ、おおいいな。もうやったんじゃない、もう。あー落ちてる。もうバカー、あとちょっとなのに。落ちるの早いよ。あれ落ちてない。あ、あれ、あ、復活、あ、そっか、え、でもその後、あ、これで引き直したのか。あ、着いた。え、簡単だった。で、なんか、すいません、あの、秘宝伝ですね、私、先月のここで打ってから、多分打ってないんですよ、伝説。なんか、あれ、どうなんだったっけと思っちゃって。もうね、最近はザラストばっかりになっちゃって。ほんと、何ゲーム？もう、10ゲームぐらいで。当ててしまいました。秘宝ラッシュの前に準備中、上乗せですね。おお、乗せる乗せる。おお、50得意だな、やっぱ。なんで朝から来なかったんだろう。ほら乗せるもん、めっちゃ。何これ。ちゃいました。まあまあまあ、3桁スタートできるんで120スタートですね。このバカに。ただね、本当長年ニューパルサーという台をね、まあ、最近はちょっと足が遠のいてましたけど、打ってるとマジ高設定でもこれ起きるんです。本当に大きいんだ。あれ、ニューパルサー R が導入された時だから19歳ぐらいかな。新ダイレ会初日で朝から並んで台確保して、その日本当午前中全員こういう展開で、辞める人もいたし、で僕も夕方ぐらいまではね粘ったんだけど、それでも全然マイナスで4万ぐらい負けてて、でやめて帰ったんですよ。多分ボーナス確率300分の1もいってなかったのかな。レギュラーも悪かった結局で、次の日その店行ってデータ見たらすごいっすよ。ビッグ40回引いててグラフこんなんなってる、ほとんどの台が。それからね、この台は本当にボーナスで見ちゃダメだなっての何度も何度も味わってるんで。ただあれ裏門だったのかな。いや裏門じゃない、裏門じゃない。その後も行って普通にノーマルだったの。これは最終回にして、この番組始まって初の大ピンチじゃないですか。今ブルったよ。大リプレイでブルんの。この前のゲームで入ってたんだな。実はこれ最後の1000円でした。よし、あ、なんだよ、ちょっと待って、え、俺このラインで揃えんの。8枚でしょ、これ外して、いや、やめよう、揃えます。はい、710ゲームビッグボーナス。総投資が27、なんか忘れてるリーチ目が出たんでしょうね。さあ、そもそもその法則を知らないと。全然あります。おてんば娘、
おお、入った。よし、白いということは、まあスプラッシュ、うん、大丈夫です、得意です、完走を目指して。嘘でしょ。おお、よい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 、1ゲーム いやでもスプラッシュだからな、フリーズもしないんだよね。いやーもったいな。おお、でもレオナちゃんいる。はい、もう一個、こっちが本番のさっきの練習ですから。さっきのは後でピラミッドパワー入った時の1ゲームで終わらせる練習。あ、スプラッシュかまた。え、ちょ、嘘でしょええ、うおーおー、もう、いや、いいや、もうひどいな、最後の最後で。はいなんかハイパー引いたけどないようなもんだったので、230枚で終わってしまいました。おお、マジ？チョーリーじゃん、チョーリーじゃん。ってことはもしかしたらクレア降格の可能性も結構あるよ。ないないです。ただシャーリー出たんで高設定結構優遇されて出てきますんで、これは続ける価値がありそうです。眠そう眠そうだな、目が開かないんですけど全然。二日酔いでしょ。でも二日酔いはもうだいぶ、いや結局寝てないから、寝てる時間が短いから、まあ、ご飯食べたらそれは眠くなりますわ。展開的に僕もかなり眠たい感じで今ラブレター台を2台活用したカエルの追い込み量やってるんですけど最初ね結構設定差など子役の資源って良かったんだけど、中間ぐらいに落ちてきちゃって、ボーナスもね引けてないんですよ。で4回お4回投資 27K 今ちょっと1回分のコインがちょろっとあるだけなんですけど、どうしてくれるんですか。えなんであんなことしたんですか、みのりさんGカップのみのりさん、いや人の名前勝手に使ってた、ね、店員さんが冷たいですよ全体的に。いや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 、なんか俺は感じる距離生まれちゃったよこれは。いや作ったの誰、距離ラブレーター代はちょっともうダメですね完全に。まあ私の代もまあどんぐらいだろう、10分の1ぐらいで、あのご一行箱とかが、あーダメだね、もう追うと怖いなと思って。ただあのたまたま当たったやつがちょっと伸びたりとかして、うん、プラス100枚ぐらいで移動して、おー、いいですね。で、秘宝で10ゲームで当たりました。うん、いいね。で、スグラッシュも行って、うん、3桁ぐらいからスタートで、すげえな、やっぱ得意だね。いや、得意なんですよね。いや、もうほんと朝から秘宝で行けばよかったと思ってそうだね。そうで、まあ今終わっちゃったけどシャーリー出て、おもしかしたらあるかもしれないし、うん、もうちょっと頑張ってみようかなと。なるほど、はい。じゃあ2人で投資いくらですか。5,000円です。3万2,000円、2人で持ち込みが500枚ないぐらい、いや、いけるでしょ。あ、私プラスもう350ぐらい持ってるんで、350枚ぐらいあるんです。プラスで350枚、はい、プラスで350枚あるんです。ってことは500枚、あと1000枚で1000枚あれば大丈夫、いいんでしょ、余裕でしょ。俺はこの台だと無理っぽいけど、ああ、まあ、どうするんですかこの後。とりあえずお金は全部使い切ったから今日の持ち金は。あ、そうなんですね。これにはもう何も、もうこれあと500円玉2枚しかない。これでパチンコ今日買えるしかないパチンコただまあ
とりあえずビッグ分だけちょっと打とうかな。まだ火薬大きい1ではないので、中間はあるかもしれない。全体的にまだちょっと当たりの島が見えてないし、そうですね、もしかしたら各島に1台あるのかっていう感じの今日はお店の入れ方なのかもしれないので、その辺を探りつつ、ただちょっと2万7000も入れてしまうとどうしても大胆には攻めづらいのかなってありますけど、そうですね、じゃ僕が大胆に攻めるためにはそのみのりさんがいっぱい出してくれるしかない。違法伝で、あ、もうそれはでも任せてください。本当にお願いします。まあ、ただちょっと時間がね、そう、あともうそんなないんで、そうですね1万発ぐらいだったらまあ1万発、ビッグドリーム早いから、あれ多分なんとかなると思う。なんでエパチェック行くんですか。行かないとは言えません。行かないとは言い切れません。一応スロットコーナーでお願いしますね。一応そうですね、はい、スロンコかスロットコーナーで頑張っていきたいと思います。とりあえず目を覚まして、はい、あの、なんとなく起きてきました。頑張っていきましょう、ここは。はい、頑張ります。島全体的に見てきて、まあ、お昼行く前に比べたら状況がちょっと良くなってるというか、まあ、島に1台やっぱ当たりがあって、でかつメリハリがあるのかなっていう。どうなんだろう、ちょっとでもね、空き台に可能性がありそうな台がなかったから、ひとまずまだこれを打とう。これってカエルの代用絵柄の役割が強いんですよ。でここにもしカエルが止まった場合、上下段にボーナス絵柄が止まればリーチ目になる。よーし、連チャンしたぞ。あーし、よーし、いいぞ。はい、カエル56ゲームビッグボーナス。いいじゃないか、いいじゃないか。流れが変わるぞ。今、7枚役の合算出現率は 5.8。中間、ど真ん中ですね。いや、こんな出目出るか。ほら、あー、リプレイかな。よし、よしよし、流れが来てる。65ゲームビッグボーナス。7枚役の出現率を見てみましょう。5.9、もうダメだ、もうダメ。 5.9 まで押したらもうダメです。やめます。さあ、問題は移動先だよな。だいたい投資の半分いかないぐらい、半分はちょっと足りないかな、そうね、どうすっかいね。おてんば娘、おお、やった、高確率、嬉しいやつですね。116ゲームいきます。いいよ。おお、早かった、ありがとうございます。まだ続いてるんでしっかり準備中からです。こっからですよ。出ましょう。
暑い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 、ここでここでピラ揃いしちゃいます。嘘でしょ、ピラ。オッケー、逆に乗せますね。ありがとうございます。20、嘘だ、ピラ。いいねいいね、うまくないか。お、もう隣で秘宝打ちます。最後だし並んで打とう。秘宝出てきた。いな、いい、うまい。なんだそれ。いや、いな、うまい。30でかい。いいな、うまい、やばい。そんなチェリー引く。めっちゃ頑張ってます今、準備中で。あと10ゲームぐらいで。マジで、うん、でもまあなかなか続かないんですけどね。ゆっくりゆっくりいきます。俺ニューパルでビッグ3年ぐらいしたから。おお、さすが。ちょっと盛り返し。あとはもう隣で適当に打つんで。いや適当、頑張ってください。いすいません、あの秘宝伝で適当に打つやつじゃないんで。いや頑張ってください。頼みますよ。応援してます。応援してます。終わっちゃった。よしよしよし、いいぞ。おおお、ああなるほど。今ウェイト長くなかった？3連狙うよ。マガジンジャンバリ関東版、皆さん見ていただいてますか？ジャンバリ .tv 全面協力のもと、プレイヤーが知って得する情報が載っています。ぜひお近くのホールでゲットしてくださいね。ね、たくさん黒バラの漫画も持ってるぜ。